足から健康、足神様でございます。よろしくお願いいたします。チャンネル登録よろしくお願いいたします。それから、ね、LINE アットの方もね、登録の方よろしくお願いいたします。巻き爪外反母趾って特にね、足の裏を、刺激したりとか、足の裏をね強くしていくっていうことをするんですけど、指を動かしてね強くしていくっていうことをするんですけども、当然巻き爪とか外反母趾がね良くなっていくんですけども、それ以外にね、体にどんな変化が起こるかというかね、お話しさせてもらいたいとは思うんですけども、基本的にもう皆さんね、アーチ、横アーチとか縦アーチとか言われるところがほとんどない人が多いですね。現代病と言われてますけども、まあ、扁平足であったりとか、まあ、横アーチ縦アーチがない方が多いので、それを作っていくっていう過程がまず大事なんですけども、それをちゃんとしていくことによって、まあ、当然姿勢良くなってきますね。で、基本的に皆さん猫背が多いので、そういうのも治ってきます。で、うちは歩き方とかもねお話しさせてもらうように、まあ、エクササイズの中であるんですけどね、姿勢っていうのは足首重心でしっかり歩いていくんですけども、当然足の裏を強くするだけで、しっかり体幹鍛えることができますので、例えばいい姿勢になっていきます。で、どういう姿勢がいいかっていうと、これはもう様々あるんですけども、当院ではちゃんと足首の重心で、頭の上からねしっかり紐があって、キュッてこうキュッて感じで伸びてる状態ですね。それが一番いい状態なんですけども、またこれはまた動画でまた説明させてもらいますけども、そういう感じでまっすぐ立っている状態ということなんですけども、まあ、姿勢が良くなります。当然猫背治ってきますし、肩の、こう中の入り方っていうのは、すごく胸張れますので、しっかり、元の位置に戻ります。肩がね、肩甲骨がしっかり戻るので胸が張れるので、女性の方はね特に胸とかね気になると思うんです。こうやると当然胸って垂れますので、しっかり胸を上げることによって胸の形も良くなりますし、で、着る服とかがすごく綺麗になってきますね。皆さんうち帰る時にはすごくなんか、あれ？なんか一ランク上がった服着てるのみたいなね感じで、すごく綺麗に服着れて帰られたりとか、なんかちょっと足やって姿勢やるだけで綺麗になるだけで、なんかズボンが緩んだとかっていう人もいてますしね。女性もそうですし、やっぱ見た目綺麗になりますよね。そうすると見た目が綺麗になるということは声かける率が高くなると思いますね、はい、若い方はね。で、どうしてもその自信につながるっていうのがありますね。姿勢が良くなると自信につながる、まあそうですよね。見た目が綺麗になっていろいろな人から声かけられたりもしますし、やっぱり自信持っていろいろ仕事ができたりとか、まあ、恋愛とかもね関わってきますので、やっぱり姿勢が綺麗っていうだけでもね、周りが全然反応変わってきますので、そういうこともありますね。で、足の裏っていうのはたくさんツボあります。内臓のツボってたくさんありますから、女性やったら冷え性が治ったりとか、まあ、不妊症というかね、そういう方も内臓が温まると生まれやすい体の準備ができたりしますので、そういう場合もありますし、どうしてもね血液の流れ、女性の場合は特にね代謝が悪くなってきますので、そういう形でしっかり足を動かすことによって、うちはゴルフボールでもね、まだ動画でまた説明しますけども、ゴルフボールを使った運エクササイズとかありますから、そういうことをすることで代謝がすごく良くなるので、本当にね化粧のノリが、化粧、スキンケア、化粧そのノリが良くなったりとか、本当髪質が変わったりとか、ちょっと、まあ、髪のことはあんま言えないですけど、髪質が変わったりとか、まあ、そういう風にね付加価値というか、足をしっかりすることによって、まあ、巻き爪じゃなくてもね、外反母趾じゃなくてもやってほしいんですけど、まあ、しっかり動かすことによって体がねどんどん元気になってきますから、でそれで周りも変わってくるということですね。ぜひアクセサイズ当院に来てもらって、まあうちのねこういうたくさん画像ありますから、そういう中で、拾ってもらってね、いろいろやってもらうと本当変わると思うんですね。1ヶ月まず頑張ってやってください。そうすると体必ず変わっていきますので、ね、あとは細かいところとかね当院に来てもらってお話しさせてもらっても構いませんしね、またねどんどんこれから動画もたくさん上げていきますので、そういうのをね見ながらねやってもらったらいいと思います。ぜひ頑張ってやっていきましょう。よろしくお願いいたします。